はようございます。おはようございます。すいません、ちょっと今日一日密着させていただきます。あのディレクターと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コムドットの山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。意外と朝早いんですね。結構 YouTuber って生活習慣が乱れてるって思われがちなんですけど、僕に関してはショートスリーパーなんで。一日何時間ぐらい眠られてるんですか？8時間は確実に寝るようにしてますね。あ、はい。なんでゼッケンを着てらっしゃるんですか？これまあ高校の時の体育着なんですけど、8年越しの花嫁、あれ記憶が消えてしまうという映画なんですけど、あれを見てから自分の記憶が消えてしまったらどうしようっていうことを考えまして、もうそれ以来怖くて怖くて朝も起きれなくて。いやでも朝は今日は起きれていらっしゃると。今日は起きれますよ。今日は起きますよ。なるほど。今日はさすがにお金絡んでるんで。あ、なるほど。さすがにすいません。モーニングルーティーンを見せていただいてもいいですか？そうですね、まず僕は朝起きたら一番最初に、これ知ってますかね、僕必ず目を休めるようにしてるんですよ、朝起きたら一番で。え、それって寝るときにつけるもの？いやいやいや、間違ってもらっちゃ困るな。これで目が休まって一日が始まります。これ僕常に思っているんですけど、トレンドに敏感でいたいというか、 YouTuber というものを流行りに乗ってそれをいかに面白くするかっていうのがとても大切になってくると思うので、なんで必ず朝の2時間で情報を摂取するようにしてます。どこから情報を仕入れてるんですか？スラムダンク。スラムダンク全部詰まってますから。ここに、ここに全部詰まってます。ああ、視聴者さんからのプレゼントとかってあったりするんですか？これとか、こういうのは嬉しいですよね。一応これは全部ファンレターです。ものすごい量いただいてるんですよ。応援のメッセージの手紙をいただけるっていうのは本当にありがたいことですし、じゃあそろそろ時間なので。すいません、ありがとうございました。あれ、もう全然時間ないな。え、あれ時計って普通腕につけるものじゃないですか？僕たち YouTuber はクリエイターなんで、どっちかに腕時計をつけて左右にその体重の差が出るっていうのはすっごい危ないことなんですよ。いやでも数グラムの話じゃない。いや、その数グラムにこだわりますからね、やっぱプロっていうのは。底辺だからこだわらない、一流だからこだわる、これは多分三流なんですよね。一流の人っていうのは冴えない時期、辛い時期でもちゃんとこだわりを持っていて、それを一流になってもずっと続けれる、それがやっぱ一流なのかなって。だから左右差は完全に考えてますね。何ですか？あ、いや、左手はやらないんです。いや、左手は全然もう疲れちゃうんで。え、いやいや、すみません、そろそろ行きますか。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうしてそんなに姿勢いいんですか？これあんまり言いたくないんですけど、生まれつきですね。まあ感覚で言ったらほくろと一緒ですよ。まあそれぞれにとっての普通が普通じゃないというか、まあ常に人に幸せを与えていたいですね。自転車移動なんですか？そうですね、基本的に僕たちまだ底辺 YouTuber なんで、電車賃だったり車を買うお金がないので基本的に自転車移動ですね。本当はね、みんなで車とかで移動できたらいいなって思うんですけど、やっぱり今もチャリでこうね、みんなでこう縦一列になって移動するのがすごい楽しいんで、まあ、今で楽しめてるのかなっていうのは現状でありますね。ですね、いつも、まあ、この部屋で撮影してるんですけど、ヒューガ君来てますね。見てください、これ靴、ちょっと寄ってもらっていいですか？ヒューガ君、靴のここの幅がでかすぎて普通の店じゃ買えないんですよ。なんか両国とかでいつも買ってます、あいつ靴。めっちゃおもろいですよね。入りますか？お疲れっす。じゃあメンバーのヒューガ君ですね。あ、ヒューガです。今一日密着していただいていて。ああ、このディレクターさんに。そうですね。なるほど。あ、主に山本に密着したいですね。感じで撮影の風景とか。そうですね。ああ、完全にトロピカルマンゴーだ。
完全にそうです、ビートゲザーしたって感じで完全にプリンセスプリンセスってことやってる。まあ間違ってはないだろう、ジャパニックヒーローだね。だからプリングルス食べようって話でしょ。うん、まあつまりそこなんか OK です。それってどういう意味なんですか。特に意味はないです。僕たちはまあ何年ぐらいだろう、10年を超える付き合いになってるんで。いやー、ユースケでしょ。基本的にもう会話に意味はないんで、ほとんどもうニュアンスで話します。完全になんかピースオブケークってことなんですよ。まあそういうことですね。完全に。ちなみにそれはどういう意味なんですか。意味はないです。特に意味はないです。コムドットって5人メンバーと聞いたんですけど。ああ、まあみんなバイトとかもしてるんでなかなか揃わない。回した後にね、ケツからパイオニアしてったりするからね。完全にそれは完全にそうですよ。今は分かりました。ちなみに難しいです。まあだからまあそうです、ディレクターもそうですよね。これは僕たちはもう十何年やってるものなんで、はい、まあね、いつもこんな感じでやってます。まあ楽しい感じでやらせていただいてるんで。そうですね。まあじゃあとりあえず撮影しますか。そうそう、いきますか。そろそろ。イオン、ヒューガ、アブリー、トムドストです。はい、今日はなんと僕の持ち込み企画でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。撮影風景をちょっと見学させていただいたんですけど、まあちょっと違和感ありました。そうですね。すごいですね。いつも切り替えてるんですか。まあ完全に切り替えありますね。もうオンオフのスイッチは、ね、入れるようにして入れるように。まあそれができる人とできない人の違いだからね。粉固まってフリーメイソンです。完全にそうですよ。わかりました。はい、あのテンプルランってことですか。完全にそうです。もうディレクターさんもなんかもうね、いけそうですか。いけそうですね。なんか行ってみてください。あの、わかるかもしれないんで、もうディレクターさん、あああれでしょ、パララッチしてプロ野球選手とポイズンデビューってことでしょ。完全に俺は、僕はわかりますよ、これは。完全にこういうことでしょ。これは僕はわかります。ディレクターさん、どういうことですか。有名人になった時でも写真を撮るって、うん、全然違います。全然違う。どういうことですか。あれ、あ、ちょっと、何ですか、何ですか、何ですか。喫煙ってされてるんですか。いや、何ですか。あれ、ちょっと、すみません、動画上はあんまよくねえな。あ、そうですね。すみません。カットしてもらって大丈夫ですか。カットよ。普通視聴者さんも引いちゃうと思うんで、多分。あ、すみません。いや、僕は。どうでしょう。やめ、危ないだろ。ハマっちゃうよ。ハマっちゃいます。あ、ハマっちゃうというか、20歳からだから。これ、完全にやばいんで。やばいって。じゃあ、ちょっと。ハサミ出てる、ハサミ出てる、取れ。やめろ。ハサミ出てる今。オッケー。ハサミ出てる。いけ。行きますよ。掴め、掴め、掴め。おい。お前。すいません。これ何してるんですか。昼飯です。昼飯。おい。これ結構ザリガニ取れるんですよ。ザリガニ。おい。僕たちあんまお金もないんで、昼はいつもここです。おい、マジで今日ねえじゃん今の。絶対出てこねえよもう。ハサミめちゃくちゃでかかった。でかも、ま、真っ赤だったよ。あー、マジやったな。ごめん。くしょ、これ出てこなくなるぞ、人間慣れして。マジそうです。これ結構あの、昼飯に厳しいで。これも今日昼飯抜きだな。行きましょう、もう。うん、撮影お疲れ様です。あ、お疲れ様です。これからどうするんですか。これからまた撮影ですね、戻って。一日にどれくらい撮影されるんですか。一回の撮影で大体5時間ぐらいは撮ったりしますか。一日に何本ぐらい。一日に大体、まあ、メインチャンネルで出す動画を2本から3本撮って、まあサブチャンネルを回したりとか、まあ、あとはメンバーでちょっとどういう動画を撮ろうか会議、ネタ会議したりとか、まあ、そうですね。あとはまあ基本的にみんな仲いいんで雑談が割と多いかもしれない。雑談と動画撮影の切り替えはどんな感じでやってるんですか。そうですね、僕も結構楽しくなっちゃうと結構時間忘れちゃうタイプなんですけど、まあ、うちのメンバーのヒューガ君が、まあ、大体いつもよしやろう、そろそろやろうみたいな感じで、
切り替えてくれて、まあ、それでメンバースイッチそこで切り替えて、まあ、撮影ボーンって一本撮って、またあとダラーとして、結構スイッチのオンオフははっきりしてるかもしれないですね。そう、うちのメンバーのアムギリ君なんですけど、まあ、彼もちょっと肌のねあれが多少厳しくてですね、編集を頑張っているんですけれども、やっぱりどうしてもひどいということで、やっぱメンバーでその肌をケアするその薬品の経費で落とすか落とさないかっていうのも、これはもうほんと始まってからもうずっと半年間ぐらい会議してますよ。もう落とすのか落とさないのかって、そういう風にまあなんか問題が起きても僕たち基本的に話し合ってお互い言いたいこと言って決めるので、基本的に喧嘩っていうことはしないですね。まあ十何年の付き合いなんで、そろそろ撮影なんで戻っても大丈夫ですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。